人類が地球上で生活できる限界を超え、宇宙に移民せざるを得なくなった。こちらはアーノルド。これが君をアラームを10回連続でスヌーズしてる間に起こったことだ。地球の大脱出に寝坊したってわけさ。まあ気にするな、アーノルド。おもらししちゃダメだ。すごくいいものがそのまま残っているんだぞ。さあ最初に何をしたい？おいおい、ハンバーガーかよ。かっこいい車に乗れるし、トランプタワーに住むことだってできる。クールなことをやろうぜ。動物園から動物たちを解放したのか。まさにヒーローだ。めちゃくちゃかっこいいぜ。こんな風にクールに行こうぜ。ペットたちはどうなったと思う？地球上には5億匹の飼い猫と同じぐらいの飼い犬がいるんだ。彼らは今や襲われる側だ。ああ、今はそういう話はやめておこう。この地上にあるものは何でも自由に使える。これだ、世界最高のジェットコースター。加速は時速206キロ、127メートルの高さから落下する。今まで身長制限で乗せてもらえなかったジェットコースターも今はもう関係がない。ああ、途中で止まってしまったな。人がいなくなると電気は徐々になくなっていくんだ。リチウムバッテリーは7年で自然に放電する。太陽光発電は20年後にはパネルが全部壊れてしまう。原子力発電は人がいないと数十年後には完全に停止する。アーノルド、気をつけろよ。救急車は来ないんだぞ。怪我がなくて何よりだ。ご覧の通り、ゴミは回収されないからそこら中に溢れてしまう。プラスチックとガラスは700年から1000年で全て分解される。それからがもっと大変だ。アーノルド、生きていたのか。文明的な生活よりこういう原始的な生活の方が君は合っているようだな。さあ住むところを探した方がいい。飛行機、頭がいかれてるのか。マイクロソフトのフライトシミュレーターを数千時間やれば大丈夫だって。見ろアーノルド、最後のロケットが残っているぞ。ああアーノルド、言いにくいんだが、動物園から離したライオンがいて君に襲いかかろうとしてる。さようならアーノルド。